みんなサーフィン行ったろ。馬の匂いや、うん、馬っちゅうか獣なの。300m やね。あ、けど同じぐらい。そうや、300ぐらいだね、ずっとあれなんだ。言われた。なんか。これ広角レンズだから見えないんよ、ミックスナップ。わからないんよ。何を見してるのか。飯や飯。休んだ。そうなの。ずっと。ああ、確かに。あっちログ。下がるよ。あれなんだろうな。まあどうせ変わるんだ。ね。これ登れんの？ゴリラみたいな顔したよ。レースです。あ、もうそこ95条じゃん。はいね。7号目95条でしょ。あ、95条？うん。よし、行けしょうか。いいペース。休みしとくか。お願いします。休憩しよう。一回お兄さん方、あと少しです。お疲れ様です。お兄さん方、あと少し。頑張って。
よくいる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 最後だけ頑張る。どう？いや、ちゃう？山藤だと今1900なんだよ。いや2900。さっきのとこやってきた早かった。3900ですよ。超えちゃった。ちょっとさ、こっから登ってる間さ、なんかゲームしてさ、負けた人ビールおごるっていうの。あ、いいよ。山頂で。なんか何やる？いやいや、まさか。ゲーム。まずゲームを考えよう。怖いで。で 3.1 キロやって。もうすぐ3点。早いね。そこ85分だったんだ。よいしょ。うわ、滝！ここって、あ、スノボはないか。はい。あ、そうです。お願いします。うわー、すごい空。本当だ、今気づいた。えすごい空。リレーあんま盛り上がりそうなんでしたけど、リレーあんま盛り上がらない。マジで学年対抗とかだったら学年対抗だった。でも醤油さん揃うと思わなかった。塩コショウ発汗症ってのある。なんか言われてて、そうっすねって言った。なんだろうな。じゃあお茶で好きなのは、好きなのでもいいよ。はい、俺は自分の思ったものを言う。これむずい、これむずい。やばいやばい。うわー、どうしよう、ちょっと。むずいな。マジ？全然やるまで決まってない。全然わからん。そう言えば。そういうの分かんねえな。でもこれだわ。決まった？うん、決まったよ。もう決まった？うん。100で、この8号目。なんかお参りできそう。お参りで。どういうこと？これでちょうどいいもん。あれ？こっちが山中湖？こっち山中湖。で、左が川口湖。うん、お嬢は山中湖？あ、真ん中？あの辺いい。川口湖より。リニア第一だっけ？うんこしてないよ。うんこしてないよ。じゃないや。屁こいてないよ。うんこほどの匂いはしてないです。あそこでうんこしちゃダメだよ。え？ああ、それはわかんない。ラストトイレ行って。はい、行っていいよ。えい。これ取っとく。あの二人はもう寝てんの？うん。帰る守り。レピア読んで。地球でしょ。どれやけっぽくちょっと登ったら夕焼け見えたり。もうここじゃん。
見える。あれ海？あれ海。静岡か、あれが。あれが静岡かって初めて見た人よ。お嬢、最高峰に来てどうすか？最高です。もうだいぶ結構上まで上がったね、日。ゲジゲジフォアゴキブリ。ゲジゲジって何？いや、足のいっぱいあるやつ。プシ、足のいっぱいあるやつ。知らん、ゲジゲジ。ムカデじゃなくて、ムカデじゃなくて、ムカデじゃない。ゲジゲジを変えて。ゲジゲジか。ムカデできたぜ。無事に帰ってきた。昨日の体調不良から晴れて危なかったね。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 